寒さが厳しい奥州街道、秋太郎は甲州路へと向かっていた。人の流れは多い。ところのためにちょっと待ちな。後ろからついてきたようだ。声の主は目の前に回った。同じ旅人姿だが、まだ若い娘だった。食い入るような目を向けている。急に呼び止められて驚くじゃねえかい。あっしに何か用かい。異様な入れ立ちである。女だてらに長土を刺し、頭に乗っけた傘は雨傘だった。ああごめんなさい、ついつい背格好が寝てたもんで声をかけてしまった。失礼しました。ペコリと頭を下げ、先へと急いでいる。変わった旅人のいるもんだな。見りゃまだ17歳の小娘じゃねえかい。身内の誰かにはぐれたんだろうな。この先に一膳飯屋と茶店を兼ねているところがある。そこで腹ごしらえでもするかと秋太郎は足を早めた。しばらく行くと黒だかりの群衆、何事かと人々の頭の垣間から覗くと、喧嘩、あ、いや、何やら異質な雰囲気の争いが目に入った。旅人姿の三人の渡世人、それに向き合っている。今にも長土を抜こうとしているのは、さっきの旅人姿の娘だった。忘れたなんて言わせないよ。5年前奥州は坂田の郡牛追村でのお前らのやったことを、私はまだガキだったけどね、その時の目に焼き付けた顔、お前らの顔、一時たりとも忘れちゃいない。やっと見つけたよ、敵討ちだい。なり格好は一人前の旅人の格好してるがどう見たって生きがってる真似事にしか見えねえで。それによ、何事かと見物人の黒山だ。格好悪いからよ、やめてくれねえか。おい、そこの茶店で団子でも食うぜ。連れの二人も周囲を気にしているのか、苦笑いしかなかった。兄の仇だ。娘は屋庭に男たちに切り込んで、たちまち男の一人が切り倒された。残る二人の旅人は慌てて土足を抜くものの、じりじりと後座りし、
パッと目を翻して逃げ去った。残った女は肩で息を切らし、応答はしなかった。5年前の敵討ちだってよ、すげえところ見せてもらったな。いいや、姉ちゃんやったじゃねえか。そうして群衆は去っていった。ポツンと一人残っているのは秋太郎だった。よく見ればついさっき見違えて声をかけた旅人さんじゃないか。何か言いたいことがあるのかい？秋太郎は黙って歩き始めた。しばらく行くと茶店がある。そこで丼飯を喉に流し込んだ。その横にさっきの娘がそっと座り込んだ。ご覧の通りの敵討ち旅なんです。あ、さっきは気が立っててごめんなさい。すげえ剣さばき、びっくりしましたよ。本格的にやっとを身につけてるんですね。子供の頃から剣術好きでね、真剣白刃流の内弟子となって5年、免許皆伝もいただきました。すげえな、そんなんじゃ波の男じゃ勝てるわけやねえよな。あ、でも一人倒して残り2人を追わなかったのは解せねえんだが。勝負の駆け引きです。あれ以上は戦えない。へえ、そんな戦法があるんですかい？確実に3人を斬る。あらゆる戦法を駆使してね。そのためにも駆け引きも必要なんですよ。腕に覚えの秋太郎、ただじゃ引かねえメンツあら、義理を絡めた喧嘩だった。バカな意地だな、わかんないしなで一匹がらす。いや、引っ込むわけにはいかねえな。その御仁は俺の知り合いだ。やるなら俺が相手になるぜ。見上げりゃ寒い
神奈月に夜ガラス巻いて眠らへ急ぎゃ別れた人のぬくもりがやけに恋しいやけに恋しい北国の宿いやあ、小ぞろっぷへぐぐぐっとしみてくれ。その話はよそじゃねえの。そりゃこの俺だって、生まれこきよってもならない。ついた女も、今にはいたさ。